何でもありルールですね、いわゆる。今なんか可愛い女の子から花もらいましたね。いや、そこ見てる。これももらえないかな。いや、もらえません。もらえないんです、はい、はい、すいません。ということでね、はい、やらせていただきます。中西マン、原田さんとね。やーばいぞ。さあ、これより第1試合、第1ラウンドが開始されました。はい。行われます。さあ、こちらですね、中島正人選手が赤コーナーですね。澤田亮選手が青コーナー。さあ、こちら。おお、うまい。これは澤田選手ですね。澤田選手が上になっています。マウント、マウント取りますか、これ。こちら、横についてますね。横についた。取りに行きますか、これは。これ取りに行ってますよ。取りに行ってますね、完全にね、はい、中西マンいらない、やかましいんだ、やかましいんだ。すげえフワッチ見れるんだ、はい、そうなんですよ、フワッチでね、今日は配信してます、はい、ただね、これね、はい、そうです、いいですね、これこれはね、中村選手はですね、もうここから上にはもう上げたくない、ね、はい、入れられたくない、この足はね、どけれないんですよね。あー、なるほどね。そうです、自動延長なってないのかな、延長忘れずにっていうことかな、これ延長なってない、あ、よかった、大丈夫ですかね。ありがとうございます。なんでだこれしよう、これ延長、中西さん延長の仕方わかります、延長、はい、はいでいいんじゃないですか、はいで大丈夫です、はい、はい、はい、延長できるはずですか、あ、できました、今日やらせていただきます、はい、そうですね、これはあれですね、はい、せめぎ合いですね、そうです、せめぎ合いですね、ただですね、こちらです、はい、三角を、ね、今狙ってます、あ、三角地でね、はい、はい、うわ、これうまい、あ、これはどうなってんの今、もう、これ今ですね、決めに行ってます、澤田選手がですね、腕で腕であの左腕をですね、掴んでまして、はい、あの足ガードして、あ、もう相手に攻撃させないようにして、あ、これうまいんですね、うまいです、はい、これ下の中村選手がうまいことやってます、なるほどね、はい、なるほどって感じですね、澤田選手はこの右腕をね、今どけたいですね、あ、抜けた、あ、抜けたらどうなるんですか、いいです、抜けたら、これまた澤田選手がちょっと有利なんですけど、ただこの中村選手が下からのプレッシャーがすごいんですよね、あ、なるほどね、あ、下をうまくコントロールしてる、そうなんです、確かなんか上の人の方がなんかね厳しい顔してますね今ね、そうです、あ、これうまいですよ、これはもしかしてこれ今手を取って、これ総合のルールってロープってないんですか、ロープはないです、それプロレスです、ね、プロレスです、それプロレスです、はい、固めた中西さん一瞬ノリスケだと思って、お、三角締めも狙う、あ、狙ってるね、これね、小川直也張りのね、小川直也の三角締め見たことある、ありますある、それはあります、勉強してます、さすがプロレス TK 中西、そう、高坂剛です、ね、そう、雷神は高坂さんでしょうけど、マハマズに中西マンですからね、はい、あ、紀之さん、あれ、あ、これは、あ、肘も入れてますね、そうです、肘ありなんですね、そうです、これは肘ありです、ね、肘顔面にこれ出ないもんじゃない、5分2ラウンドですからね、ああ、ま、ただ、澤田亮選手が上から攻める、上から攻める、あ、この右のパンチは食らいたくないですね、ロケットパンチですね、ロケットパンチです、飛ばないですよね、そうなんですよ、お客さんもいっぱいなんですね、これ井上さんもね、徐々に出ていきます、はい、うまいね、あ、入れてますね、あ、これはもう嫌がってますね、あ、いい、そうです、これはだいぶ嫌がってますよ、下の人、中西さんはね、皆さんと同じ視聴者目線で、視聴者目線でね、提供しますんでね、はい、そうなんですよ、1試合目からレベルが高いです、そうですね、中村選手もね、ずっと下だとね、ちょっと印象が悪いので、あ、ちょっとね、立ちたいですよね、本当は、ただ下からの攻め方は本当にうまいです、あ、下と上ってどっちがしんどいんですよ、下と上、両方ですね、あ、両方しんどいんだね、はい、これね、下やからって言って不利なわけじゃなくて、じゃなくて上も確かに疲れるんですよ、あ、なるほどね、あ、ここでブレイクですね、あ、ブレイク、ロープブレイク、いや、ロープブレイク、ロープブレイクじゃない、膠着が続くと、またスタンドになる、あ、なるほどね、はい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 、おぉおぉ、避けた、避けた、これはいい、膝、この膝、入ってますね、残り時間1分、そうです、このロープに詰めるとプレッシャーがね、かかってしまって、あ、なるほど、これ中村選手、ちょっと嫌ですよ、澤田選手はここから膝をね、ボディにいっぱい入れたいですね、あー、なるほど、はい、盛り上げます、ありがとうございます、マリッペさん、いけ、痛い痛い、そうです、レフェリー梅田さんですね、あ、梅田さん、中西さん、ここを勉強してくれて、いや、中西さん、皆さんと同じ目線です、1ラウンド4分29秒、大逆転、勝者赤コーナー中村正人、大逆転、中
中村雅人です。澤田亮選手がね、明らかにね有利だったんですけど、まあ、これ一発で決まる世界なんですね。そうなんですよ。中村選手が勝利をしました。なるほどね、勝ちました。中村選手が勝利しました。一発もらっただけで中で変わるんです。じゃあ僕も明日から格闘技やります。やらんでええねん。あなた今から頑張る。何歳ですか。39です。39で頑張りましょう。すげーですね。いや、第一試合から盛り上がった。マイク、皆さんこんばんは。マイクジムの中村です、今日はちょっと僕、地下格闘技からこの場に殴り込みに来たんですけど、ちょっと相手弱すぎるんで、おもっと強い相手用意してもらってもいいですか。すごい。ここ手挙げていいですか。いや、挙げなくていいです。よろしくお願いします。中西さん投げた。中西さん投げた。よっしゃ。さあ、ありがとうございます。中村雅人選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。来た来た。中西は勢いをつけてます。いや、行くわけねえだろ。中西さん、ちなみに格闘技経験はあるんですか。あ、僕格闘技経験ないですけど、喧嘩無敗です。やったことないから。やったことないから。やったことない。剣舞とやる。